な、最近さ、なんかうまいもん食った？うまいもん？なんかないの？最近食ったうまいもんさ。まあ、4日前に、うん、4日前、うん、あのロブスター食った。おお、いいね、うん、おお、ロブスターか、うん、おお、いいね。あー、暇だな。確かに。なんかさ、こうパーッとさ、海外とか行きたいね。あー、いいね、海外。彼女でもな、いらな。あー、彼女ね。しかしあれだね、俺とお前はしょっちゅう一緒にいるな。あー、まあね。なあ、あれか、男同士の方がな、何かとこで気ぃつかなくていいしな。まあね、まあでも彼女と一緒にいる時もそんなに気は使わないけどね。ん？ああ、もし彼女がいたらってことね、それはね。え？え、お前彼女いるの？いや、いないよ。いないよ、いない。だって俺知らないもん、そんなの知らないもん。お前彼女いないよ。え、嘘だろ？彼女いんのかよ。うん。お前彼女いんのかよ。あれ言ってなかったっけ。ちょっと待って待って待って、俺聞いてないよ、そんなの聞いてないよ、聞いてないよ。だってさ、今だよ、今、ああ彼女でもいりゃーなーって俺が言った時にお前、ああ彼女ねーとか言ってんじゃん。そこでなんで言わねえの。つうか普通もっと前に言うじゃん、そういうことって。お前なんで言わねえの。お前彼女いんのかよ。え、いつから、いつから、いつから。え、最近だろ。ああ1年くらい前か。1年くらい前。だって俺とお前結構頻繁に会ってるよな。ああ、そうだな。で、なんで言わねえんだよ。あ、ね、なんで言わねえのそれ。なんかねえのかよ。え、おい、なんかよ、あのほら、あの写真、写真、写真。ああ、彼女ね、彼女ね。あ、携帯にあれ。おお、いいよいいよ、うん、すみません。これ彼女かよ。うん。外人じゃねえかよ。いや、お前外人と付き合ってんのかよ。今だよ、今彼女の話をしていた時にこれなんで言わねえんだよ。外人だぜ、外人。言いたくなるじゃん、僕の彼女外人でーすってさ。なんか言いてえじゃん。お前なんで言わねえんだよ。聞かれなかったからかな。いや、普通は聞かねえぜ。何それね、彼女できたやつによ、開口一番何人だよって聞くのか。じゃあお前バカか、お前はよ。おすげえな、お前。え、これ何人だよ。アメリカ人か。わ、スウェーデン。スウェーデン。スウェー、お前それ逆に言いたくなんねえかもよ。スウェーデンだぜ、スウェーデン。僕の彼女はスウェーデン人ですってよ。逆に言いたくなんねえか。なんで言わねえのお前さ。ちょ待ってよ、お前ちょっと大体よ、このスウェーデン人の女とはよ、どうやったら知り合えるんだよ。どこで知り合うんだよお前。あ、なんかあの外人ばっかのコンパがあった。ちょっと待って、外人ばっかのコンパってなんだそれ。なんだ外人ばっかって。なんだお前以外はじゃあみんな外人なのか。うん。そこになんでお前がいるんだよ。なんだ外人外人外人、お前って外人外人外人かよ。外人かよ、彼女スウェーデン人かよ。でそこで彼女作るってそれどういうことだよそれさ。つうかさ、待ってね、そんなコンパあったらもう言わねえ。外人ばっかのコンパとかで、ちょ聞いて、俺さ外人ばっかのコンパ今度行くんだとかさ、行ったぜ外人ばっかのコンパ行ったぜとか言わねえ、そういうの。お前なんで言わねえの。おー、あー、そうかそうか、なるほどな。あー、分かった。俺お前とよ付き合い長いから分かったよ。それあれだろ、別によ隠してるわけじゃねえんだろ。まあ別に隠してない。そうそうそう、分かる。お前それ別に隠してるわけじゃねえんだよ、うん、ただ言わねえんだよ。ただ言わねえの。そうだろ、お前なんかそんなやつだもん。そうだろ、隠してない。分かる分かる、隠してねえよ。ただ言わねえんだよな。ただ言わねえんだな。お前でもあれだろ、それよ、あんま彼女会ってねえよな。あんま会ってねえよ。会ってるよ。会ってねえよ。俺が見たことねえんだぞお前。相当なもんだぞ。会ってるよ。会ってねえよ。だって今日だって彼女が仕事が終わった後会う約束してるし。もうちょっと待てよお前。嘘だって、俺がさっきさ暇だなって言った時にお前確かにとか言ってんじゃん。確かじゃねえじゃん、ようあんじゃんお前。言ってそういうこと全部さ。じゃあ彼女来るんだ今から、仕事終わってパーってやって。仕事何やってんだよ。なんだろスウェーデン人の女の仕事ってよ。なんだ、何やってんだよ。軍隊だよ。軍隊。なんだ軍隊って。お前
スウェーデン軍隊かよ、うん、そう、スウェーデン軍隊の兵隊かよ。兵隊じゃねえよ、軍曹だよ。軍曹、スウェーデン軍曹かよ。女軍曹かよ。当たり前だろ。当たり前だろってお前、お前それちゃんと付き合えてんの本当に。付き合ってるよ。お前大丈夫か。鬼軍曹じゃねえだろうな。鬼軍曹じゃないよ。いやお前無理だ、ちゃんと付き合えてねえよ。付き合ってるじゃん。相手軍曹だもん、付き合えてるわけねえじゃねえかよ。ちゃんとだってこの前だって2人でハワイに行ったりしてさ。ちょちょちょ、待って、もうだ、ハワイってなんだよそれ。ハワイってのは、ハワイは知ってるよ俺はよ。お前ハワイ行ってんのかよ、うん、ねえねえ、ハワイ行ったらもう言わない。ハワイだぜ、ハワイ、ハワイ行ったら言いたいじゃん。俺プールだって言うぜ、俺プール行ったんだとか言うんだ俺。お前ハワイで言わねえんだ。なんだお前のハワイは俺のプール行ったか。おい、それがそんなことはよ、俺がさっきパーッと海外でも行きたいなって言った時のお前カットインでハワイ言えよ。そういうもんだろよお前よ。いつ行ったんだよハワイ、いつ行ったんだよ。うわぁ、1週間くらい前。1週間くらい前、ちょっと待てよお前。待てよね、1週間くらい前、俺お前に会ってないかな。ああ、会ってる、あの行く前の日に会ってる。会ってるんだ。で、いつ帰ってきたよ。わぁ、3日前か。3日前、待てよ、3日前も俺お前に会ってないか。あの、帰ってきた日に会った。会ってるよな。ってことはよ、お前はよ、お前がハワイに行く前の日と帰ってきた日に俺に会ってて、これでハワイを言わねえんだ。このツーチャンスぶち殺すんだ。でもあれ、お土産は買って。お土産ってなんだよ。お土産ってのは、うるせえ、知ってんだよお土産よ。お土産があんのか俺に。お土産、あの今ないんだけど、あの、うん、買ってきてる。お土産あるんだ、うん、俺お前がハワイに行ってることも知らねえのにお土産だけはもらうんだ。これなんだこの感じ。お前どうせあれだろ、何も言わねえでよ、はい、とか渡すんだよ。俺が、え、これ何したらって言うんだよ。ちょっとお前が、あ、それあのハワイのお土産なんだって、お前ここで初めてハワイとか言っちゃうんだよ。で、お前ハワイ行ったのかーと俺びっくりする。何笑ってんの。俺笑わしてねえよ、今言っとくけどよ。お前そんな感じでハワイのことどうせ、あ、お前ちょっと待てよ、お前、お前待て、お前3日前によ帰ってきたっつってな、うん、ってことはお前4日前ってのはじゃハワイにいるのかよ。4日前ハワイ、ロブスター食ったってのはそれハワイで食ってんのかよ。ロブスターハワイで食った。ロブスターの時にハワイ言えよ。ロブスターの時にハワイって言ったらその話だろ。なんで言わねえんだよ。まあ聞かれなかったから。聞かねえ、聞かねえ、聞かねえよ。だって俺お前がハワイに行ってること知らねえもん。え、俺が言うのこれって。お前がロブスター食ったったら、ごめんちょっと待って、それハワイでしょって言うんだ。いや当たるんだお前。それどんな確率だよ。お前が全部言うんだよハワイのことはよ。ったくお前、なんだお前ハワイ行った、ハワイ焼けてねえよ。いやあのハワイってそんな白いわけねえもん。あの、あれハワイはあの遊びに行ったわけじゃないんだよ。遊びに行ってない。ハワイってじゃあお前何しに行った。あの教会をさ。教会ってなんだ。あのなかなかいい教会がない。なかなかいい教会ってなんだ。あ、実は俺ちょっと待て。これまさかだぞ。俺まさかだけど一応言うわ。お前まさか結婚すんじゃねえだろうな。あれ俺言ったっけ。言ってないよ、当てたんだよ。お前結婚すんのかよ。え、なんか照れてんじゃねえぞお前。お前結婚すんのかよ。そのスウェーデン女軍曹と結婚すんのかよ。照れんなお前。お前いつ結婚すんだよ、いつだよ。あ、夏。夏ってもうそこじゃん。ねえ、したらなんで言わねえの。なんで言わねえのお前な。 俺はさ、お前の結婚の親友じゃねえの。あ、そう思ってるよ。だって俺友人代表のスピーチお前に頼む。うー、ちょっと待って待って待って。おい、俺がスピーチすんのかよ友人代表で。俺何にも知らねえよ。二人のことも知らない、彼女のことも知らない、俺お前のことももうあんま知らない。もうお前もう全部言えっても。